ネガー。ネガーとは、魚雷を搭載した攻撃艇の一種である。一般的には、人間魚雷と評されるものの、先行することはできなかった。ただし夜間に行動中のこの艇を視認するのは、困難だった。この艇は1943年から1945年まで、ドイツ海軍に用いられた。名称は、友人魚雷の開発者にちなんで付けられている。 電池を搭載し、航続距離を増やした改良型には、マーダーという名称が与えられた。この艇は、艇種が延長され、10メートルほどの先行機能が付与された他は、排水量、速度等に大差はなかった。マーダーは300隻程度が建造された。ネガーは、潜望鏡を持たず、一般の潜水艦にあるようなバラストタンク等がなかったため、 先行定上部に設けられたプレキシグラス、アクリル樹脂製ドームを水面に出して、反水没状態で作戦行動をとった。構造は、ごく単純で、魚雷を改造した停滞の下に、同型の魚雷を装備した状態である。機関も魚雷そのままを利用している。リヒャルト・モアは、G7E 魚雷を元として、この艇を設計した。ネガーは、本来弾頭部分だった場所を、 アクリル樹脂製のドームに覆われた簡素な操縦室へと変更している。その上で、弾頭付きの G7E 魚雷を手の下部に検調し、ロイいただき状態で構想するのに十分な浮力を確保した。手は排水量2.7トン、速力4ノットで48回里の航続距離を有しており、操縦は電気の断続を操作する電動レバーによって行っていた。 速力調整装置、先行装置は装備されていない。実験時には速力30ノットを発揮したものの航続距離が短すぎ、バッテリーの配線を変更し速力を半減させたが、十分なものではなかった。最終的に速力は4ノットまで落とされ、行動可能時間が10時間となった。操縦手の後方は手首のコンパスが頼りであり、空気は ドレーガー社製の独立作動する呼吸装置を介して供給された。操縦手は、艇手に建てられた、照準用の突起と、ドーム上の分割メモリ等を目視で整合させ、低の魚雷を照準した。あと、ドームにより近い場所に、第二の照準用突起が追加された。しかしこの改良を行ってなおドームを洗いすぎる、波浪が視界を害し、精度はさほど改善されなかった。 しかしながら、監首派は立たず、標的艦船から艦栄を発見しにくかった。操縦室内部には簡素なレバーが備えられており、艇の操縦や魚雷の軌道と射出が可能だった。ただし、魚雷の射出は不可逆であり、中止のできない操作であった。ネガーは特攻兵器として設計されたものではないが、魚雷の切り離しに失敗すると艇と操縦手が、 目標の方向へと魚雷により牽引され、運命を共にすることとなった。さらにネガーは外部からしかハッチが開かず、搭乗員が一度乗り込むと、帰還、または捕獲された時以外に、外へ出る術はなかった。1944年までにこのタイプの堤は、約200隻が建造され、最初のネガー堤が実戦投入されたのは1944年4月である。 しかしながら、ネガーは操縦員を危険にさらす兵器であり、1回の出撃で最高で8割の搭乗員が戦死した。また、この兵器により1隻の巡洋艦、1隻の駆逐艦、3隻のキャサリン級バムズ総海艇が1944年に撃沈された。1944年3月、複数のネガーが初めて実戦配備され、 最初の作戦は4月20日から21日の夜間に実施された。30隻のネガーがアンツをオ港に停泊する連合軍の艦艇に対して発進した。17隻は無事に作戦行動に入ったが、13隻は開始前に転覆して行動不能となり、起動時に3隻が未期間となり、攻撃に成功した艇は1隻も存在しなかった。一方、攻撃された。 連合軍は新しく配備されたネガーに対する知識は全く持ち合わせていなかった。連合軍が揚陸拠点から離れ、ドイツの潜水艦軍がノルマンディの県外への移動を強いられる前に、連合国のノルマンディ侵攻艦隊に対し、ネガー帝によって2度の大規模な攻撃がなされた。ネガーの小艦隊は約40隻から構成され、の森から指揮された。 1944年7月の5日から6日、24隻のネガーーが進行艦隊を攻撃し、2隻のイギリス軍総海艇、HMS マジック及び HMS 加藤を撃沈した。ネガーーは9隻のみが作戦から帰討した。第2次攻撃は7月7日から8日の夜間に設定され、21隻のネガーーにより実施された。 ネガーーは一時攻撃とは異なり、月光に照らし出されて存在が暴露され、航空機と艦艇により攻撃を受けた。ドイツ軍は攻撃の中で、総海艇 HMS、パイレーデスを撃沈し、また、ポーランド軍の巡洋艦、オープドラゴンを大破させた。オープドラゴンは後に放棄された。ポットハスト小移候補生による、この時のドラゴンへの攻撃の詳細なレポートが存在する。 1944年7月20日、イギリス海軍の駆逐艦である HMS イシスは、セーヌ湾闘病中に植来したが、この喪失は翌朝まで発見されなかった。20名の生存者がおり、この艦の撃沈について、ドイツ軍の人間魚雷が疑われた。1944年8月3日、ハン時級駆逐艦である HMS クオーンは、 ネプチューン作戦の間兵員を輸送する戦団の護衛についていた。これは、ノルマンディ上陸を行うオーバーロード作戦を海軍が支援するものだった。8月3日、HMS クオーンは、S ボート、爆薬を搭載したモーターボート、人間魚雷と低空飛行する航空機などの兵力により、イギリスが担当した攻撃エリア上で激しい攻撃を受けた結果陳した。 最初の攻撃から生き残った者は救出までに水中に8時間留まらざるを得ず、漂流した4名の士官及び126名の水兵が戦死した。1944年秋以後、損害の高さによりネガーの攻撃は中止となり、残存艇は出撃の機会を待ちつつ待機することとされ、終戦を迎えることになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。